おはようございます。おはようございます。はい、というわけで動画始まりました。始まりました。なんだこの動画始まりましたっていうのは初めて生放送じゃねえだろ。まだ初めてこちら動画をご覧の皆さんもいるかと思うんですけど、はい、我々こちら YouTube の方で毎朝7時に更新している毎日動画となっております。おはようございます、はい、本当に3月26日にファミツアップのリアルイベントを開催されますけども、はいはい、そちらがですね、ニコ生と同時放送を行おうと思ってまして、はいはい、ニコ生が、ファミツアップニコ生の会員限定放送となっております。すごい。そうね、チケットの方は嬉しいことに、そうですね、はい、ソールドアウト、ありがとうございます。本当に嬉しい。本当ね、1万枚も売れるとは思わなかったねすいません、そんなにはそんなにはないそんなに入らないです。そんなに入らない。あそこのね、会場はね。そうですね、はい、というわけでこちらもし、はい、そのファミツアップのリアルイベント、はい、ご興味ある方はファミツアップニコ生の入会をよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、普段ですね、はい、この動画は、まあアプリのゲームだったり、はい、まあなんかいろいろ企画ものだったりとか やってるんですけども、はい、最近企画ばっかじゃねえかよ。そうですね、うん、最近企画ばっかりですよね。今日はまああの最初の告知みたいなものをしたので、はい、それにあやかって、簡単なアプリで、対決したいと思います。ほう、アプリ、今日の対決はですね、はい、声でかい選手権じゃねえか完全ミーコの勝ちじゃねえかやったー。やらなくても分かるっていうね。ああ、いやでも分かんないですよ、みんな秘めたものを持ってますから。基本はなんかあるでしょ、一人一人。あ、これアプリなんだ。アプリですね。一人一人、はい、まあチャンネル登録よろしくねとか、うん、そういった言葉を言って、声の大きさを競い合ってみましょうというものになっております、はい、それでは早速、まあ、ミーコは最後にしたとしてめぐろさんからでよろしいですか。いいよ、じゃあ、はいこれ簡単なワンフレーズでよろしいですか、ね、これ真ん中のスタートボタンを押さないと、うん、はい、再生ボタンを押すと測定開始になるで、はい、マックスが出ます。はい、マイク位置はその iPad だとちょっと下ら辺になると思うので。あ、ここ。そうですね、はい、じゃあそれでは中目黒めぐろの怖い怖い、告知です、はい、告知気持ちを込めてねそれではよろしくお願いします。あれ321ないの。じゃあ321 そうですね。それでは、うん、3、2、1、チャンネル登録よろしくねちっちゃすぎでしょ、ね、もうね、40も過ぎると声なんか出なくなるんだよびっくりした。だってマックス79デシベルですよ。いやもういいじゃん、マックス79となってますね。いいやばい、全然ないじゃん。プリウスみたい。右がアベレージ65と79のアベレージ65プリウスだもん俺。プリウスってなんて今プリウスだもん。意味わかんない。静かだ、静かにね、静かなんだよ。エンジンの静かだ。すごい気持ちはこもったよ多分。癒しを与える感じのね、はい、ねえ、やだ、それじゃあちょっと天恋さんも、じゃあ僕行きましょうか、うん、じゃあ自分でできますか。はい、ちょっと待ってくださいね。このスタートボタン普通に押せば目黒さんを超えれば大丈夫かな。79の65 ね、血圧みたいになってます。血圧ですね。まあ死んじゃうかもしれないじゃあ、はい、怖い怖い怖い、行きますよ。はいはいはい、じゃあみーこさん321お願いします。はい、3、2、1、ファミツアップニコ生入会よろしく。あれ大して変わんなくねえか。あれ本当だ大して変わんねえぞ。86の70。俺のいくつだったっけ。86の70。めぐろさんが79の65。ほら大して変わんねえわ。変わんねえ、頑張ってんの。嘘でしょ。いやいや、でもこれ相当違いますから。89の、あ、1デシベル上がるだけでもだいぶ違うんだ。そうですね。あれ騒音の対象ってどんぐらいだったっけそれ調べとかないと。そうだ、そうだよ、そうだよ。騒音の対象でもこれね、多分デシベル換算じゃないと思うんですよね。あ、ほんと。あ、でもデシベル DB って書いてありますよ。嘘。もう DB 90、右側が DB って書いてあって、下が S だから秒数でしょ。まあなんか一番最初に引っかかったサイトによると、うん、70デシベルが掃除機とかだって言うんです。あ、じゃあ一応目黒さんは掃除機、掃除機レベル、掃除機レベルは言ってるわけですよ。アベレージは超えてないんで。そうです、掃除機にはなりきれてないですけど極めてうるさいっていうの
140ジェットエンジンの近くだって。やべえよ、耳が通ってっちゃう。それやばい、飛行機とかですね。それで130ってのあるんだけど、うん、肉体的な苦痛を感じる、うん、怖いんだけど。そんな耳がガビガビした、痛い痛い痛いってなる。だから70以上いくと、まあ騒音ってことですな。うるさいなーって感じ、はい、そうですね、はい、じゃあ私行くよ、はい、じゃあ、みーこさんですね、うん、行きましょうか。はい、ちょっとほんと怖い、これ。あの編集するときにちょっとだけ音量下げといてくださいね、多分。そうだ、今ね、みんなイヤホンしてる人外した方がいいよ。ちょっとね、多分漏れると思う。漏れると思うじゃない、漏れると思う。どっちの意味？イヤホンから声が漏れるのか。そうそう、下が漏れない。違う、まあいいや、やりますね。はい、はい、というわけで、それではみーこさんのチャレンジです。はい、いきます。3、2、1、ファミズアプリコラボもよろしくねー。売り切れたぞ。売り切れたんじゃねえかよ。売り切れたぞこれ。マックス105。マックス105のアベレージが79。あれ、目黒さんの最初、目黒さん全力と私アベレージ一緒。あーまあそんなもんだろうね。そんなもん。あれだよ、 100ってね、電車が通る時のガードしたの。自動車のクラクション、うるせえ。めっちゃイラッとするやつですね。嫌な気持ちしか生まれない。切ない。でも今まだちょっと抑えましたよ、ちょっと。抑えましたよ。まだいけると。まだいける。じゃあもう一回来い。ちょっと待って、恥ずかしい。多分いけると思う。今更恥ずかしがっても手遅れです。本当に。じゃあミーゴの、まだいけると思う。ちょっと待って、 120% 中の120%。今ね、肺を大きくしてるからね。深呼吸してね、うん、まだいけると思うんだよな。105の79ですから、いけると思う。立った方が力出る、うん、出る。何なの今日の格好。ほんとサイヤ人みたいなこと。今日は何その、なんか彼氏の、違うでしょ、借りてきましたみたいな。違うでしょ。いや、ワイシャツね。ワイシャツ相当あの胴が長い。胴が長い彼氏だね。いや、笑わないでくださいよ。じゃあ行きますよ。じゃあ、ミーゴの 120% 中の 120%。 はい、いけると思う。それでは参りましょう。3、2、1、ニューベマってまーす。あ、変わんない。しか下がったじゃないか。下がっちゃった。はい、105の77です。あれ、いてててて、これ普通の会議室で撮ったら本当クレームくるぞ。ちょっとマジで怒られちゃうから。ちょっと周りがあんまいないところでよかった。なんで下がったんだろう私。まあいいや、まあちょっと低音に切り替えたら、ね、切り替えたらダメだった。もう一回目黒さん行ってきます。今のでね、なんだっけ、なんて言うんだっけ、入部待ってます。いいですか。何でもいいですよ。何でもいいです。行きます。それでは3、2、1、入部待ってます。これ82までいってんじゃん。あれでも105が、違う違う、これマックスより超えなかったら更新されないんだ多分。あ、本当だ。じゃあミーゴのマックスになってるわこれ。目黒さんは80リセットした方がいいんだよ。リセットした、そうですね、リセットした。あ、行きましょう。じゃあこれで行きましょう。はい、取り直し。3、2、1、入部待ってます。ほら来たよ、ほら、ほら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 、私がこれ温めてあげたから絶対でしょ。99の71。ただでかい声出せばいいってもんじゃねえんだよ。コツなんだよこれ。コツが攻略されてるよもう。確かにね、マイクに近づけてましたよね、だいぶね。そうですね、だいぶ近づいてた。だいぶマイクに近づけてました。というわけでじゃあね、今回こういった企画やりましたけれども、そうですね、ぜひ皆さん、はい、我々 YouTube とニコ生両方やっておりますので、はい、YouTube の方はチャンネル登録を、はい、そしてファミツアップニコ生部の方は、月額540円で、はい、入会で、会員限定の放送とかも見られます、はい、見られます。なので、うん、ぜひそちらもよろしくお願いします。お願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。絶対評価低いだろこの動画。うるせえって言われてそう、いっぱい。